久保さん、あの、トヨタ、トヨタ春交渉っていうあの動画があるんですけど、これ僕ね、3年前、これは結構、あの、今年も2023年も、あの、こあのアップロードされてますね。これ3年前ぐらいに僕あの発見して、3年前ぐらいからトヨタ春交渉みたいなのが、トヨタがね、トヨタイズムの YouTube チャンネルで、その、会社の会議をね、あの、公開してる、その、漏紙かな。 その、給料の交渉だったりとか、まあそういうのを、社員と、まあ上層部の会議を、これね、コンテンツ化してね、公開しちゃってるんですよ。僕、これ見たとき、トヨタすげえなと思ったんですよね。今までその会社の会議を見せる、コンテンツ化するっていうところは、会社なかったんですよ。だって、クローズドじゃないですか、それって。明らかに。一般に向けるものじゃないですよね。話し合いですから、しかも。 でそれをコンテンツ化してこう一般公開したっていうのはこれはもうトヨタやっぱすげえなと思いましたねやっぱそのトヨタっていうのはもともと車屋さんじゃなくてねトヨタ食器みたいなその織物の会社で車に行って今度ねトヨタシティみたいな街づくりみたいなだからどんどんこう変わっていくだから唯一あのに世界で戦ってる会社の中でやっぱトヨタっていうのがまだ残っていてそのトヨタっていう会社はねやっぱ時代の変化に応じて あのー、ついてってる変化してってるっていうのがあれだけの大企業なのに攻め,攻めている普通守りに入るんだけど結構攻めてる攻めてるというかその変化に対応するようにそのコンテンツ化をもしているっていうのは僕はねすごいなと思いましたね普通だったらこれできないんですよだから日産とかもしてないだろうしこれはねうんだからこれは本当にねすごい革新的な 僕は衝撃カルチャーショックを受けましたねだから今まで非常識が常識に変わりつつあるっていう常識に変える人たちっていうのはやっぱすごいなと思いますね。いってらっしゃい。